千葉県千葉市中央区にある歯医者 MF デンタルクリニックの安田です。今回の質問ですが、歯科治療の検査で血圧を測るのはなぜかという質問にお答えしたいと思います。あまりに血圧が高い方と低い方でもともと高血圧の方というのは普通に問診で分かりますが、実際に歯科恐怖症の方だったりすると緊張しているので血圧が上がっていたりします。そういう数値を当院で血圧計で測ってます。それと同時に血圧と同時に握力計も握力も測っていただいて健康状態をチェックします。とても健康状態というのは歯に関係のあるものですので、健康状態をチェック、歯の中のチェック、歯周病のチェックなど当院では初診時にやる検査、もちろんカメラも撮影しますし、レントゲン写真も撮らせてもらいます。そういう検査全部が無駄ではなくて、一つ一つが意味のあるなぜこれをしているのかという、ことを目的があっての検査ですので、もしもなんでこれ必要なのという、疑問がある場合は聞いていただければその場でお答えできると思います。